首都圏で初めて行われた計画運休の概要をもう一度確認しますまず jr では台風が近づくにつれ夕方から路線ごとに運転を取りやめていったほか午後8時以降は在来線全線で運転を休止することを決めました続いて私鉄です小田急電鉄は午後9時頃 京王電鉄が午後11時までに東急電鉄も午後11時55分までにそれぞれ全線で運転を取りやめましたこうした計画運休について各鉄道会社ではホームページやメディアなどを通じて呼びかけていたんですが駅には早めの運転終了を知らずに電車を逃した人が多く残っていました 交通機関などの安全マネジメントに詳しい関西大学の阿部誠司教授によりますとこうした計画運休は台風の予想進路や予想雨量などの情報をもとに行われるため早めの判断が非常に難しいと話しています。 一方で、今後は台風やゲリラ豪雨の際、こうした計画運休が増えていくと見ています理想的な伝え方としては、鉄道会社は遅くとも5時間前にはホームページなどで告知することが重要だとしていて、さらに利用者側でも鉄道会社が発信する情報を積極的にこまめに確認する必要があるとしています。